中京ウイルスデルタ株の感染拡大が続く中、8月9日、北京市疾病予防コントロールセンターは記者会見で、肺炭素の患者を一人確認したと発表しました。発表によると、患者は河北省消毒し、異常満足モンゴル族自治県で発症し、4日後に救急車で北京の病院に運ばれました。肺炭素は治療しなければ数日内に死亡に至る可能性のある致命的な感染症です。 中国で人への炭素菌感染が確認されたのは2011年以来10年ぶりです。通常は牛や羊などが土壌中の炭素菌に感染することが多く、人への感染は炭素病にかかった動物や炭素菌が付着した製品に接触することにより起こります。うち最も危険なのは排炭素で、炭素菌を含む飛沫や粉塵を吸い込むことで発症します。肺炭素の致死率は80%を超えると言われ、 感染すると喉の痛み、微熱、倦怠感など、インフルエンザに似た症状が現れます。悪化すると呼吸困難となり、死に至ることもあります。北京市疾病予防コントロールセンターの報告によると、この炭素病患者には地元で牛や羊との接触歴があり、症状が出た4日後に北京に搬送されました。患者は現在病院で隔離治療を受けています。 当局によると炭素病は人と人との間で直接感染する可能性はあるものの、インフルエンザや COVID-19 ほどの感染力はないとのことです。当局は排炭素の拡大を抑えるための対策を実施しているとしています。過去に中国で排炭素と診断された最後の患者は2011年に死亡しています。n t t ジャパンがお伝えしました。